今回忘れたい通り、たった1日彼女ができた話です。一致と彼女の出会いから、二人が恋人になるまでが書かれています。なぜ1日だけなのでしょうか。早速その理由を見ていきましょう。たった1日彼女ができた話を聞いてほしい。暇な人は聞いてくれ。とりあえずスペックから、俺は顔が上地に似てると数年前に言われたことがあるんですが、現実との違いにあまりにも悲しくなるのと最近バンビーノにハマってるからバンビと名付けます。23歳、男、174センチ、70キログラム、趣味は釣りと廃墟巡り。俺が描きたい女の子はなんとなくノウとシレイナに似てるので、レイナと名付けます。22歳、女、165センチくらい、50キログラムくらい、俺バンビとレイナの出会いは高校の時だった。面白そう。俺は高校の時ハンドボールをやってた。まあ、当時はそれなりに本気でやってて、純粋にハンドボールをやってる人と仲良くなりたかった。で、レイナと知り合ったわけだけど、俺は九州に住んでてレイナは東北に住んでた。言葉の通り、マラクマー、本当に下心はなく、ハンドボールで語りたかった。レイナはレイナで面白い女の子でお笑いが大好き。東北なまりもあって可愛いところがあった。そんなごどねえっちゃとか、九州じゃ考えられないようななまりにテンションが上がったもんだった。でも、正直東北弁のなまりをリアルに表現することができないので、以下は標準語で書きます。俺はそのままの感じでいきます。で、最初は毎日のようにメールしてたんだけど、ある日電話をすることになった。きっかけは正直覚えてないんだけど、電話してみたいねとかそんなノリだったと思う。そこからはしょっちゅう電話してた。ま、ほとんどハンドの話だったんだけどね。どの県のどの高校が強いとか、プロなら誰がすごいとか、今日試合でこういうプレイをしたとか、そんな感じの会話ばっかりしてた。俺はその頃彼女ができたりもして、連絡取ったり取らなかったりの繰り返しだった。彼女がいても、高校生の東北と九州なんてほとんど海外と変わらない感覚だったし、下心なしで連絡取ったりもしてた。ある日、俺は県選抜に選ばれた。それなりに頑張って練習してたから、すっげえ嬉しかったのは覚えてる。でね、俺らの年齢の選抜大会は佐賀県であったんだ。俺としては九州で大会なんて何も楽しくなかったね。選抜の発表があったあたりにレイナから電話があった。私も選抜に選ばれたよという内容だった。お互いの県は分かってたし、ポジションなんかも分かってたから絶対会おうなって約束をした。大会当日。選抜の大会ってのは約1週間の日程で行われる。俺の試合もレイナの試合も初日からだった。大会の内容は省くけど、レイナの県代表の試合を見に行ったんだ。シャメとかは交換してなかったけど、一発でどの子か分かったよ。プレイの感じとかはなんとなく想像できてたし、第一印象はね、あんまり可愛くないなだった。決してブサイクではないけど、どこにでもいる普通の女子高生。下心はないとか言いながら、ちょっと残念だったのもリアルなところだ。なんかドキドキしてきた。すまん続ける。で、試合終わってミーティングも終わったあたりで声をかけた。あ、どうも。はじめましてバンビです。あ、どうも。いい試合だったね。相手の4番、あれ絶対女じゃなかろ。うん。すっごい当たり強かったよ。とか、そんな感じであくまでハンドボールの話ばっかりした。二人とも会場近くのホテルってことだったんだけど、さすがに高校の部活だから団体行動が基本。すぐに呼び戻された。続けて続けて。また電話する。自由時間になったらメールちょうだい。わかった。で、ホテルに戻ったわけです。まあ、部活の試合とはいえ高校生が他県のホテルに何泊もするんですよ。そりゃテンションも上がりますよね。修学旅行みたいな感じ。何泊行こうぜとか、お前のとこのマネージャー可愛いとか、そんな会話ばっかしてた。田舎高校生が田舎でナンパなんて今となってはギャグでしかない。もちろん行く勇気はなかったけど。で、俺と高校が一緒で、選抜でも一緒になった玉木にレイナのことを話した。玉木博士を意識してるけど、別に似てるわけじゃなくてそのくらいイケメンってことで。玉木とは本当に相棒みたいなもので、NBA でいうところの昔のコービーとシャックみたいな感じ。わからない人ごめんなさい。で、玉木にはレイナの話をしてたんだ。まあ、からかわれたけど、あんまり可愛くなかったって言ったら爆笑された。玉木はレイナの県のキーパーに一目惚れしたらしく、アドレスを聞いてこいとせがまれた。そんなアホな話をしているとメールが届いた。もちろん、レイナからだった。今自由時間。10時まで暇だよという内容だった。特に意味はなかったが、暇だったこともあり電話をした。俺もマジ暇レイナちゃんのホテルってどこ？〇〇ホテルってとこだよ。え？〇〇ホテル？一緒やん。え？本当に？というわけでレイナとまた会うことになった。本来、別の県が同じホテルにならないように主催者側が考慮するらしいんだけど、ホテルの数なんて決まってるし、会を分けるとかで対応したんだと思う。そして、数時間ぶりの再会。いや奇遇やね。
そういえば、うちのチームのポストのやつがレイナちゃんとこのキーパー可愛いって言いよったばい。そうなの？どんな人だっけ？あど教えようか？いや、よかろなんせ距離が離れすぎとる。確かにでも、私たちが知り合ってこうやって仲良くやってるのって、ある意味奇跡だよね。まあ、そうやね、ハンドやってなきゃ知り合ってすらないけんね。そうだよね。でも、バンビ君は思った通りの人でよかったな。ん？どういうこと？矢印今となっては恥ずかしい返し。マジ童貞。な、なんでもないところで、優勝狙ってるんでしょ？そうやね。せっかくやるっちゃけん、優勝はしたいかな。バンビ君、ずっと言いたかったんだけど、なまりひどいよ。いやいやいや、なまってないけん。なまってないけん、なまってるけん。おい微妙に使い方違うし、レイナちゃんもめっちゃなまりっとうやん。なまりっとうやん、やんやんやん、音符。シャーシーけん、そんなやりとりをやってた。その時は大して何も考えてなかったけど、今考えたら本気で笑ってそんな会話をしてた。明日は試合ないやろ？時間あったら一緒に見に行く？うん、うまく抜けれたら行く。あ、そっか。俺も抜けれるかわからんったいね、携帯は持っていけるやろ？抜けれたらお互い電話しよう。わかった。じゃあ、また明日。おう、で、部屋に戻った。どっかの誰かが俺が他県の女の子と話してるのを見ていたらしく、めちゃくちゃからかわれた。てかどうやってレイナと知り合ったか書いてないやん。ネットか何か？あ、すまん。飛ばしてしまった。モバのサークルで知り合ったんだ。当時めっちゃ流行っててね。まだ少し工夫すれば直アドを交換できた時代。まあ、これからは特に変わったこともなかったので省きますが、普通に合流して他県の試合を見てた。ずっとハンドの話ばっかり。あのプレイはすごかったとかね。ホテルに帰ってからは自由時間に話した。すっごい楽しかった。でも、そんなに長く続くわけじゃなくて、レイナのチームが負けた。多分どの部活も一緒だと思うけど、遠征で大会の場合は負けた時点で強制帰還。あと1日残って休んで帰ったりもせんのよね。ホテルとか飛行機とかどうしてたのかは今でもわからないけど、レイナが負けた試合は見てたけど、俺の試合も次に控えてたんだ。すれ違いざまに声をかけようと思ったけど、接戦だったこともあってレイナは泣いてた。女に経験芋虫の当時の俺は話しかけることもできずに試合に臨んだ。試合が終わってレイナを探したけど、もうレイナの件は帰っていた。最後にもう少し話したかった。それが素直な気持ちだった。結局、俺らは準決勝で負けて、3位決定戦で3位になった。レイナが帰ってからも電話はしてて、今までと変わらない関係に戻ってた。高3の冬、俺に彼女ができた。今までの興味本位な付き合いじゃなくて、高校生ながらに真剣に好きになった彼女だった。それまではレイナと時々連絡取ってたんだけど、彼女ができたあたりからだいぶ疎遠になっていた。それでもモバでの関係は続いてたし、ごく稀にだけど電話もした。確かこのあたりからミクシでも絡み出した。俺は高校を卒業したら専門学校に進んだ。レイナは東京に就職した。専門学校に行ってしばらくは彼女ともうまくいってたんだけど、まあ、別れた。すっごいショックで、何日も落ち込んだ。泣いたし、別れてるのに電話したり、今考えたら軽くストーカーやったわ。その間、何度かレイナと話して、電話で慰めてもらったりもしたね。ある時は男らしくないって怒られたりもした。で、俺はだいぶ遊びほうけるようになった。学校はちゃんと行ってたけど、毎日のように夜中まで遊び回ってた。決してドキュンな生活をしてたわけじゃなくてね。ただ遊んでただけ。で、まあ遊びほうけながらもなんとかそれなりの会社に就職した。この時はしょっちゅうレイナと電話してた。高校の頃に出会ってからお互いに社会人となっても、変わらず遠距離でも連絡のやり取りが続いていた二人。そして、一致にも彼女ができたり、レイナも私生活にいろいろと変化があるようです。暇な人はとか言いながらすごいドキドキしてる自分が情けない。レイナはすでに社会人だったし、今1時間も会わなかったけど毎日に近いくらい電話してたと思う。俺が就職してやっと慣れてきたくらいの頃に、レイナに彼氏ができた。すっごい幸せそうで、俺はなんとなく残念な気持ちはあったけど、東京の女の子と実際に付き合えるわけでもないし、素直に友達に彼氏ができたってことで喜んだのも覚えてる。さすがに、彼氏がおる女の子に毎日電話する気にはなれなくて、1年半くらい電話しない時期が続いた。俺は同じ九州だったけど、転勤になって見知らぬ土地で働いてた。仕事がきついのもあってプライベートに余裕もなくなってた。他県ってことで友達も少なくて、暇があれば一人で釣りに行ってた。見てるぜ。ありがとう。続ける。で、ある日本当になんとなく、レイナに電話したんだ。彼氏がいるのは分かってたし、本当になんとなく、元気にしてるかな？って思っただけ。もしもし？あ、もしもし？レイナちゃん、超久しぶり。久しぶり、元気してた？元気じゃないよ、仕事きっちりよ。あはは、私ね、仕事辞めたんだ。え？
マジ？今どうしとうと？今仕事探し中、近いうちに寮も出なきゃなんだ。マジか。大変やん。大変じゃないといえば嘘になるねあ。あと彼氏と別れた。マジか、何があった？うん。振られた。マジかざまあ。うわっ最低、ちょっとは慰めようと思わないの？うるせえ、どうでもいいわ。ああ、バンビ君、変わったよね。おう、女の気持ちがわかる男になったぜ。どこがよ、普通慰めるじゃん。本当に慰めて欲しかったと？え？俺は慰めるよりバカな話された方がテンション上がるけどね。バカじゃん。レイナちゃんもバカやん。最低でも、なんか元気出たかも。ほら、バカやった普通。女は男のこととかすぐ忘れるんよ。レイナちゃんは本気で好きやったんやね。うるさいよあんな男、もうどうでもいいもん。よう言った、それでこそ俺が認めた男や。女だし。え？そうと？まあでも、男の傷は男で癒せよ。男とか、腐るほどうるったい。その中の一人を選んだことを後悔せんことやな。レイナちゃんの目に狂いはなかった男に見る目がなかったったい。それ、私をバカにしてんじゃん。バレた？でもまあ、レイナちゃんは間違ってなかった。失恋をバネにして、新しい恋を見つけることやな。って、レイナちゃんが俺に言ったとばい。覚えてない。じゃあ、俺の言葉やな。辛かったら泣けばいいさ。人間だもの。え？何？どうした？泣かすな。本当に泣くったい、まるで女子やな。うるさい。何か知らんけど、泣き出した。この後は、真剣に別れた経緯を話してくれた。まあ、どこにでもある、恋人の心変わりやったけどね。まあ、レイナちゃんは笑っとる方が可愛いばい。ほんと、バンビくんちゃらくなった。シャーシカヤン気の生態。でも、鉛は治ってない。うるせえや、レイナちゃん鉛ってない。私も東京の女だべ。鉛った今鉛った。だいぶ時を挟んだのに、全然変わらず笑い合えた。素直に、嬉しかった。それから、また以前みたいに毎日電話した。俺は職業柄、夜勤があったり、夜勤じゃなくても16時から仕事だったりしたから、時間が合わないことも多かったけど、たくさん電話した。ある日、俺は珍しく4連休をもらった。普段は連休なんてあっても2連休だから、どっか行こうと思ってた。で、東京に行くことにした。この時は、本当にレイナに会うためじゃなくて東京観光がしたかった。最初の頃に書いた玉木が東京の企業に就職したんだけど、帰省した時に東京の彼女を連れてきてて、東京の話を聞いてたら東京に行きたくなったんだ。玉木に連絡したらうまく休みを取ってくれて、玉木の家を宿にすることにした。レイナに電話したら一日だけ休みがあったので、遊ぶことにした。ちなみに、レイナはアパレル関係の仕事に決まってた。もともと服が趣味だって言ってたから、自分の好きなことをやりたかったんだと思う。東京に向けて、計画を練りまくった。行きたい場所をピックアップして、レイナが順番を決めてくれる感じ。俺、東京の路線とか全く知らんけんさ。玉木は俺が東京に行くのがちょうど阿波踊り有名か知らんけど、高円寺であるお祭りの時期ってこともあって、飲み倒すことしか考えてなかったっぽい。レイナと電話しながら、期待はどんどん膨らんだ。俺はゴイスて、イチョウの大ファンなこともありそのゆかりの地高円寺に行けるってだけでテンションが上がりまくった。俺もまだ18だけどゴイスて好きだよ。ゴイスていいよな、未だに聞いてる。レイナちゃんは行きたいとこないと？え、私はいつでも行けるし。あ、でも浅草は行ったことないから行ってみたいかも。あなた、意外とミーハーね。うるさいし。そんな感じで、計画は進んだ。で、東京出発当日。俺は興奮して1時間も眠れなかった。遠足の時眠れないタイプなんです。眠い目をこすりながらバスに乗り込み、飛行機に乗った。出張で飛行機は慣れてたけど、一人で飛行機に乗るのは初めてで無駄に緊張した。東京に着いて、玉木にどの電車に乗ればいいのか電話で聞きながら向かった。途中、浜松町から新宿に向かうのに山手線を反対回りで向かった。東京の街を見たかったんだ。ごめん、本当は間違えたんだ。かなり時間がかかったけど、なんとか高円寺に到着。玉木と合流して、玉木の家に荷物を置き町に繰り出した。阿波踊り初日で高円寺はお祭り騒ぎ。でも、すっげえ楽しかった。こち亀に出てくるようなリアル銭湯へ玉木に連れて行ってもらった。めちゃくちゃテンション上がったわ。地元にあんな銭湯ないもの。もう、別に隠してもあれなんで言うけど、俺の地元は福岡なんだ。鉛でバレてたと思うけど、玉木に行って東京の豚骨ラーメンを食べに行った。東京の人には悪いし、たまたまその店が悪かったのかもしれないけど、びっくりするほどまずかったわ。わざと博多弁でこれは豚骨ラーメンじゃなかろとか言ったりもした。めちゃくちゃ楽しい1日目も終わり、2日目になった。この日がレイナと会う約束だった日。自分ができる最高のファッションで繰り出したわ。レイナは服装にうるさいということだったので。ちなみに、こんなことを書いてるけど、この時点ではレイナに好意は一切持ってなかった。
ライクはあったけど、ラブはなかったんよね。本当にただの友達だった。で、雷門の前で合流した。レイナは寝坊して微妙に遅れてきた。俺は東京の街にそわそわしながらマックでタバコ吸ってた。数年ぶりの再会。相変わらずあまり可愛くはなかったけど、懐かしさと大人になったレイナを見て、正直ドキッとした。おお、久しぶり。久しぶりでも、電話してるから全然久しぶりな気がしない。確かにでも、レイナちゃん可愛くなったね。出たキャラをバンビ。うるせえ、今日は観光ガイド頼んだぜ。頼まれた。そこからは浅草を見て回って、もんじゃを食ったりした。レイナがトイレに立った隙に会計を済ませるという男らしい一面も見せた。転職したばっかりでお金ないの知ってたからさ。すみません、ファンヒーターの灯油が切れて凍えそうなので補充してきます。呼んでくれてる人ありがとう。呼んでるよ。ありがとう。確か、その次は秋葉原に行った。完璧に覚えてはないから、順番間違ってたらごめんね。秋葉原には俺が PC 関係の仕事をしていることもあり、いろいろと見たいものがあったんだ。PC 好きにはあそこはたまらないね。めちゃくちゃ楽しかったわ。オタクビルみたいなところに二人で入って笑ったりもした。メイドさんがチラシ配ってるのね。全部もらってたらレイナにチャラいって怒られたわ。で、他にもいろいろ回ったけど正直よく覚えてない。あ、六本木は行ったわ。ヒルズに行ってアウェイ過ぎたの覚えてる。その辺ははしょるけど、夕方過ぎたくらいに東京タワーに行った。この時、もうスカイツリーはできてたんだけどね。東京タワーに行ってみたくてリクエストした。で、二人で東京タワーを歩いた。夜景を見たかったから、夜になるまでいろいろ散策したわ。なんかコナンのイベントみたいなのやっててレイナが行きたがってた。俺は水族館のお土産コーナーにあったアオリイカの模型が欲しくて真剣に悩んでた。レイナに止められて諦めたけど、買わなかったことを今でも後悔してる。で、東京タワーを登りました。二人で見る夜景。もうね、周りから見たら間違いなくカップルだったと思う。手を繋いだりはしてなかったけど、ほとんど寄り添う感じで夜景見てたしね。レインボーブリッジとか、めっちゃテンション上がった。で、すんごいいい雰囲気になって、最後は新宿に飲みに行った。レイナが知ってる居酒屋に行って昔に戻って笑い合った。相変わらず、9割くらいはハンドの話。まさか、バンビ君があそこでシュート外すとはね。バカバカ、わざとたい。わざと外す意味がわかんないし。優しさ？鼻を持たせようとね。負けたのに？そう、そこが失敗だった。そこはわざとじゃないんだ。ギリギリを楽しむのが僕の趣味なんだよ。ごめん、キャラがよくわかんない。っていうか、タバコ吸うんだね。これはね、タバコに見えるけどタバコじゃないっちゃん。じゃあ何？マリファナ。え？本当に？うん、嘘よ。びっくりした。マリファナ吸う元ハンドボーラーとか絶対嫌っちゃけど。ハンドボールからマフィアへ。そして大富豪へ。ボケのセンスがうんこやな。っていうかマリファナマフィアっていう考えが中二っぽくてやだ。そこまで言う？時間を忘れて笑い合ったよ。酒も入ってたし。でもね、楽しい時間は終わるものでね。居酒屋の飲み放題時間が終わった。これからどうする？帰る？どっちでもよかけどね。できればもう少し遊びたいかも、せっかくの東京やし。そうだよね、飲み直す？俺は構わんけど、レイナちゃん顔真っ赤ばい。お酒弱いんだよね。カラオケでも行く？東京関係ないけど。ねえ、バンビ君は私のことどう思ってる？え？どういうこと？もう、全然女の気持ちわかってないじゃん、好きかどうかってこと。もうね、この会話あたりはドキドキしてた。正直、東京タワーあたりでこの子と付き合えたら楽しいだろうなとか、そんなことばっかり考えてたからさ。俺は好きかな。レイナちゃんのこと。本当に？正直、一緒におる時間が楽しすぎてやばいわ。ありがとう。私も、同じこと考えてた。来たよ。これ、来たよ。もうね、緊張とテンションがピーク。東京と九州って距離がなければ、コクッとったと思う。何それでも、本当だよね。正直、辛いな。俺もそう思うわ。今日だけ、恋人ごっこやろうよ。なんよそれ。今日は、恋人。よういわで、これから何すると？恋人といえば？え？何これ？もしかして俺誘われとうと？みんなまで言わすなー。で、ホテル探しが始まった。正直、酔いのせいもあったと思う。案内とかアニバルとか、夢と思っとったし。なんかカップルホテル知らんと？カップルホテルって言わないで恥ずかしいから。手をつないで、ホテル探したわ。で、新宿のホテル発見しました。細かい部分は省く。とりあえず、休憩でホテル入ってやることやった。次の日はレイナが仕事だったから、終電で間に合うように帰った。やっちゃったね。やっちゃったね。レイナちゃん、胸小さいとね。うるさいバンビ君、舌長い。耳舐めた時のリアクション半端なかったね、あなた。うるさい。なんよ、さっき気持ちよいって言いよったやん。うるさいバンビ君最低。嘘嘘、
ごめんって。もういいもん。気づけば、駅まで来てた。高円寺とレイナの家は反対方向で、途中で別れた。じゃあね。また電話するけん。もう会えないの？え？もう会えないのかな？また会いたいよ。バンビ君、大好き。うん。また会いに来るけん。いつになるかわからんけど絶対来たるけん。うん、約束この時点でレイナ号泣。おう、男と男の約束体。バカ絶対、また来てね。うん。元気でな。バンビ君もね、おやすみなさい。おやすみ。そこで、レイナと別れた。俺は高円寺に向かう終電に乗った。電車の中で号泣した。こんなに好きになると思ってなかった。別れてすぐなのに会いたかった。距離を本気で憎んだ。何もできん自分が悔しくて、レイナに会いたくて、ずっと泣いた。ラブはなかったって書いたけど、それは距離を言い訳にして隠し取っただけやったと思う。なんで自分の気持ちに気づけんやったのか、気づいとけば違う未来があったかもしれないとか。考えれば考えるほど歯がゆくて、数年ぶりに号泣した。高円寺で玉木と合流して、飲み直した。玉木には何も話さなかったけど、目が腫れとったはずやし何かあったのはバレてたと思う。でも、何も聞かれなかった。玉木は優しいからね。もともと酒は強い方だけど、そんなことがあったから死ぬほど飲んだ。吐いても吐いても飲み続けたよ。レイナのことしか頭になかった。そこから2日滞在したんだけど、もうね、やっぱりレイナのことしか頭になかったわ。東京案内してくれた玉木と玉木の彼女には申し訳なかったけど、レイナとの時間が楽しすぎて、ほとんど上の空やった。玉木カップルと別れて、羽田に向かった。レイナは仕事中だったし、もうすぐ飛行機とだけメールした。搭乗まで時間あったけどね。すると、レイナから電話があった。休憩中だったらしい。行っちゃうんだね。うん、だいぶ名残惜しいけどね。東京は楽しかった？めっちゃ楽しかった。本当にありがとね。どういたしまして、また遊び来てよね。おう、絶対来るぜ。レイナちゃんも九州おいでよ。ほんとお金ないのマジで。出頭はホテル代まで出させやがって。その話はするな。すまんすまんま、あっち着いたら電話するけん。うん、待ってる。あ、もう仕事戻らなきゃ。おうよ、頑張れよ。うん、ありがとう。またね。電話を切って、またいろんな思いがこみ上げてきて泣いた。空港のベンチでひたすら泣いたは周りから見たら変人やったろうね。絶対、また来る。心の中で誓い、飛行機に乗った。ちなみに、一日彼女はここじゃないんだ。あくまでさっきのは恋人ごっこだ。九州に戻って飛行機を降りてバスに乗り込む。電波が入ったのでレイナにメールした。帰ってきたぞーい、本当に楽しかった、また遊び行くぜー、確かこんな感じだったと思う。こちらこそ、本当に楽しかった、ありがとう。こんな感じの返信が来た。レイナはどうだったかわからないけど、東京に行く前とはメールをするにしても気持ちが違った。恋人とメールしてる感じ。今日だけ恋人なんて、少なくとも俺には割り切れなかった。見てるぞ平山。誰かわからんがありがとうよ。多分ね、知り合ったのが東京とか、東京に行く少し前とかだったらこんな感情は持たなかったと思うんだ。俺も男だから、初対面でもそういう空気になったら抱いたりはしてたと思うけど、本気で好きにはならなかったと思う。何年も電話やメールしてて、お互いの性格をわかってたから、惹かれたんだと思う。でもね、ここからが本当の地獄でした。電話はほとんど毎日してたよ。以前と違うところは、俺が無理やり時間を作ってたことだと思う。東京に行く前は普通に残業してたし、1、仕事。2、レイナ。みたいな感じだった。東京に行ってからはそれが逆転して残業をしないように、休憩を削って、早く出勤して仕事した。少しでもレイナと電話したくて、一日でもしない日があれば落ち込んだ。前はレイナから電話がよく来てたけど、俺からかけることの方が多くなってたと思う。ああ、東京行きたいわ。どんだけ楽しかったの？いやもう、めっちゃ楽しかったよ。脱力感半端ないわ。ちゃんと仕事もしなきゃダメだよ。バカバカ、仕事の番ちゃんた、俺のことよ。よくわかんない。ツッコメやボケ殺しか。おう、これはすまんってす。キャラつかめてねえし、面白くねえし。バンビ君はボケたいの？ツッコみたいの？え？何これ？今さら？もしかしてド S 気分やってる？足を舐めなさい。耳は舐めたけどね。ごめんなちゃい。素直ですねちゃいって何やって。M はどう頑張っても M なんです。やばいね、認めるったい。会話は相変わらず楽しすぎて、辛かった。話してる時はバカみたいな話をしているのに、電話を切ったら辛くなる。もうね、病気ですよ。青春してるなぁとか、そんなんじゃないんです。だって、どう頑張ったって付き合えないんですよ。遠距離でいいじゃんとか、東京に行けばいいじゃんとか、言われるかもしれないけどさ、実際問題無理なわけですよ。東京に行こうかどうかは本気で迷ったし、現実的にいろいろ考えた。なけなしの貯金はたいて、車売れば東京に行けないことはないと思う。
でも、行ったところで？って感じなんです。この不景気に仕事辞めて東京行って、フリーターでもする？やっと仕事覚えてきて、楽しいと思い始めた仕事を辞める？っていうかバイトでもすぐ決まるの？決まったところで、物価が高い東京で生きていける？稼がなきゃ、蓄えなんてすぐなくなる。本気で好きならそんなこと考えずに行動すべきだって言われるかもしれない。実際、俺もそう思った。でもさ、ドラマや漫画じゃないんだ。稼げなきゃ死ぬか、他人に迷惑かける。本気だからこそ、本気で現実を交えて考えた。鬱とかにはならなかったけどさ、飯が喉を通らなくなった。魚食症ってほどじゃないよ。食べたくなくなった。体壊さないように無理やり食べた。悲劇のヒロインを演じていただけだと言われても否定はできないです。でも、その時は本気で辛かった。めめしいと言われても、実際そうでも、好きなものは好きでした。レイナの言葉にも、きっと偽りはなかったと思う。とか、そんなことばっかり考えてね。で、決めたの。もう一回東京に行こうってね。行って、もう一度レイナに会って、この気持ちが、レイナの気持ちも本物か確かめようってね。思い立ったが吉日すぐに会社に連休の申請を出して、航空機のチケットを取りました。言い訳じゃないんだけど、東京に行かなきゃいけない理由がもう一つあった。それで実際の行動に移せたわけなんだが、チケットを取って、すぐにレイナに電話した。普通に雑談して、タイミングを見計らって切り出した。あ、そういえば、再来月にまた東京に遊びに行くよ。え？本当に？この時、正直俺はびっくりした。レイナが全然嬉しそうじゃなかったからだ。え？本当やけど。そっか。何日に来るの？567に行くつもり。5日にそっちに着いて、7日に帰るよ。わかった、休み取るから。3連休が難しいなら2連休でよかよ。6、7日で取ってくれたらありがたいかな。ありがとう。店長に言っとくね。何か元気なくない？どうかした？なんでもないよ。いや、なんでもないことないやろ。テンション下がりすぎやし。ごめんね。気使わせたね。本当になんでもないから。ごめんね。俺さ、レイナちゃんとは重い話とかあんまりしたくない。バカな話をしよるときが楽しい。でも、流れ的に完全に俺が原因で元気なくなったやろ。言いにくいことでもいいけん、言って。お願い。申し訳ないなと思って。はい？申し訳ないなと思って。この前遊びに来たときもいろいろお金出してもらったじゃん。今回も飛行機とか安くないでしょ？なんそれ？え？いやもう、びっくりするくらいどうでもいいわ。好きで払った金やん、キャバクラと一緒たい。キャバクラとか、女の子と話すだけで金取られるとよ。子供じゃないっちゃけん、自分で稼いだ金を使いたいことに使いよるだけ。謝罪されることじゃない。ごめん。誰がキャバクラのくだりはいらんやったや。え？え？じゃねえし、誰がキャバクラのくだりは例えが下手かったや。意味わかんないし。出ました。ボケ殺し。はい、すみませんでした。いじけた。いじけてねえし。ありがとう。うっさいしんみりすんな。ごめん、ところで、キャバクラ行ってるの？言ってねえし。追いついた。見てるよ。嘘下手すぎ。言ってねえし。はいはい、わかったから。ところで、俺そんなにいろいろおごったっけ？蒸し返すんだ、おごってくれたよ、いろいろ。ああ、ホテルとか？やめて。胸小さいよね、レイナちゃん。セクハラです、この人。私のお尻触りました。触ってねえし。ていうかフレンチや、触ったか、こないだ。しまった、墓穴を掘った。え？お尻は掘ってねえよ。最低。まだまだやな。ところで、キャバクラ行ってるの？ごめんなちゃい。何はともあれ、東京行きが決定した。バンビ君はどこに泊まるの？またタマキんちに泊まらせてもらおうかな。タマキ君、休み取れたの？タマキの話はしてたから一応知ってる。いや、まだ行ってないけど。最悪、ビジネスホテル泊まるよ。もったいないよ。私のうち来る？え？マジ？大丈夫と？大丈夫だよ、実家じゃないし。また誘ってるんですね、軽い女怖いわ。違うから。ていうか軽い女じゃないって言ってるでしょ。バンビ君が二人目。あ、そうなんですね。何？抱いたのは100人目くらいやけど、中は二人目？最低、それ本当に軽いじゃん。いや、やけんそう言いようやん。デリカシーゼロ。カロリーゼロ。今のはあんまり面白くなかったね。そうね。俺が悪かった。そこはごめんなちゃいでしょ。何それ、ふざけてんの？足舐めて。ごめんなちゃい。というわけでレイナの家に泊まることに決定。そこからの2ヶ月間は、何もなかったといえば嘘になるけど、終わりそうにないので省きます、ごめんなさい。レナは2連休を取ってくれた。初日はタマキと合流し、夜はタマキカップルと俺、仕事が終わったレイナの4人で飲むことにした。ねえ、タマキくんって怖くない？めっちゃ怖いよ。タメ口聞こうものなら、多分怒鳴られるよ。もう、
ほんと怖いんだけど。嘘やけどね、超怖え。え？なんでもないよ。っていうか、ついに明日やね。そうだね。なんか緊張してきた。うん、俺も緊張してきた。部屋きれいにしたから。普段どんだけ散らかっとうと。きれいだから、大丈夫。スルーすんなし。前日、俺は案の定眠れなかった。ほとんど眠れずにまた飛行機に乗り込む。着いてすぐに高円寺に向かった。今度は山手線、逆回りせずに済んだぜ。玉木と合流する。おう、久しぶり。おう。悪いね、また休み取ってもらって。いや、大丈夫。東京気に入ったか。うるせえし、とりあえず寝させて。眠い。俺も夜勤明けやけん、寝よう。へん。よっしゃ続けます。どうせ明日夜勤で暇なんだ。で、玉木彼女がバイトから帰ってくるまで寝た。新宿駅に行き、レイナと合流。はじめまして、レイナです。いや、なんでそんなに緊張してるんだ。え？いえ緊張なんてしてません。俺、横で爆笑。お前、変なこと仕込んだろうが。何のこと？お前が犯罪者ってことしか伝えてねえよ。おま、ふざけんな。レイナの顔が引きつってて、さらに爆笑した。ほんと、安心してね。こいつの言うことは8割嘘だから。おい、ふざけんな。うるさいや、あと、敬語じゃなくていいよ。え、でも？まあ、多分頭はたいてもこいつは怒らんよ。え？もしかして嘘ついてた？うん、今気づいたと？ほんと最低。っていうのが嘘やったりね。もう、ほんと最低。そこから、4人で飲んだ。飲み内容は大したこともないので省きます。飲み終わって、玉木カップルと別れた。そこから、レイナの家に向かう。酔っ払ったレイナが可愛くて、ドキドキが止まらなかった。レイナの家に行くんだけど、女の子の部屋すぎて緊張した。予想以上に綺麗やん。でしょ？掃除したんだから。この扉何？クローゼットだよ。へえ、見ていい？ダメ絶対ダメ。さてはこの中に詰め込んだな。あ、お風呂入る？スルースになって、そこから、風呂に入って、テレビを見た。確か、マリと子犬の七日間をやってた。その後、まあ、女の子の部屋に二人きりだからね。やること決まってるよね。そんな感じで一日目終了。二日目は朝から起きて東京観光。今回はスカイツリー、秋葉原またしても俺のリクエスト、お台場だったと思う。スカイツリー、昼間に行ってもあんまり楽しくないね。秋葉原でレイナがスーカとか入れたキーケースなくして探し回った。で、お台場。夕方過ぎて薄暗い感じ。名前は忘れたけど、海が見える公園に行った。あの時間、すっごい綺麗ね、あの辺。で、二人で話しながら、俺は言うと決めていたことをレイナに伝えた。楽しそう。レイナちゃん、今日は本当ありがとう。すっげー楽しかったわ。どういたしまして。明日もあるじゃん。うん、そやな。でも、一つ言っときたいことがある。何？俺、東京に行こうかどうかすっごい迷ってさ。仕事辞めるかとか、住む場所どうするかとかね。でね、結局、無理やなって結論に至ったっちゃん。涙目。で、昨日レイナちゃんに会って決めた。東京来るわ。仕事辞める。え？え？いや、だから、仕事辞める。え？本当に？え？テンパりすぎやろ。え？やけん、レイナちゃん、俺と付き合ってほしい。大好きです。え？え？あ、はい。どっちだよ。ごめんなさい。私も、大好きです。レイナはそう言って、泣いた。俺はレイナを抱きしめた。秋が深まり始めて、少し肌寒いくらいだった。抱きしめた時のレイナのぬくもりを今でも忘れることができない。そこからは、完全に恋人でした。手をつないで歩いて、レイナの家近くのツタヤで DVD を借りたり、楽しかった。私たちが出会って、今でも仲良くしてるのって、やっぱり奇跡だよね。何回奇跡を連呼しようとよ。本当にすごいことだなって思うから。まあ、俺もそう思うわ。やっと追いついたばい。これは気になってねれん。だよね前、私が元彼と別れた時に電話くれたじゃん。あれってなんで電話してくれたの？いや、レイナの部屋に盗聴器を仕込んどってね。別れた的な電話を友達としよったの聞いて電話した。え？盗聴器？本当に？うん、まあ、どう考えても嘘よね。もう、本当に信じるからやめて。その素直さが可愛いんだな。不意打ち？ああ、ツッコミが微妙なのとなんか照れ方がわざとらしかった件マイナス1点。ちょっと何の点数？50点マイナスで罰ゲームとなります。なになに？罰ゲームって？発情期の猿のモノマネをする。それ本当に嫌なんだけど。やってやって。絶対嫌だていうか、なんで電話くれたの？何が？いや、何が？じゃなくてなんであの時電話してくれたのって話。ああ、そのくだりまだ続いてたのね。くだりって言わないで。あとどれくらいだ？わかんないけど、半分はだいぶ過ぎてる。
いや、本当になんとなくよ。まだ彼氏おるもんと思っとったし、仕事疲れた暇やなぁ。久しぶりにレイナに電話しようかな。とか、そんな感じ。本当に暇つぶしだったんだ。そうね。残念ながら、そこに運命的なものはないよ。ん？でも、運命だと思うな。その日だけ暇だったわけじゃないでしょ？暇になって、私のことをふと思い出してくれたのが彼氏と別れてすぐっていうのは運命だと思う。女子は運命という言葉を多用しますからね。そんなもん、俺がモバを通してレイナに連絡取ったのも運命やし、二人とも選抜選ばれたのも運命やし、ホテルが一緒やったのも運命やし、たまたま俺が連休取れたのも運命やん。うわ、現実主義者。ちょっと引いた。うるせえし、じゃあ、ここで問題です。プルプル。何か始まった。俺たちが出会って、今も仲良くやっているのは奇跡や運命の連発です。では、一番の運命は何だったでしょうか？バンビ君が私を好きになってくれたこと。ブーハイ、マイナス48ポイント。あと1ポイントっていうか全否定。それは運命じゃないな。必然や。はい、可愛かったのでプラス1ポイント。プラス小さい。何？降参ですか？降参です。答えはね、今、こうやって笑い合えてること。ちょっとそんなのあり？ありです。いろんな奇跡や運命が重なって、こうやって笑い合えとる。これが一番の運命と言わずに何と言うんですか？そっか、そうだよね。そうなんです。というわけでレイナ、君に言っておきたいことがある。なんでしょうっていうか今日二つ目の言っておきたいこと。俺はね、釣りと廃墟巡りと車が好き。はっきり言って、東京じゃそれを楽しめん。物価は高いし、人の多さはエキストラとしか思えん。エキストラではないでしょっていうかどんだけ東京嫌いなの。しかーし。テンション高い。レイナがいる。レイナがおれば何もいらん。なんだ釣りか。会話は完璧には覚えてないからね。こんな会話したなって感じ。人のご縁は偶然と奇跡の連続だと思う。いや本当だよね。俺もそう思うわ。私も、バンビ君以外何もいらない。それはダメです。ちょっと。そんな奇跡は必要ありません。ただであげるって言われても。絶対ラットをパクったよね。何のことかしら？めんどくさい。めんどくさいとか女の子が言うもんじゃありません。なんかもう、いや。ディズニーランド行きたいわ。突然ですね、いいけど。レイナは行ったことあると？あるよ、半年くらい前かな。ああ、元彼とね。はいはい、よかったねー。いじけた。いじけてないもんだ、みのもんた。しんちゃん。今のネタがわかるとはあなたなかなか通ですね。そこは譲りません。俺も譲りません。あ、やっぱいや。張り合いや。ちなみに、ディズニーランドは元彼と行ったんじゃないよ。あら、そうなの？嬉しそう、かわいい。かわいくねえし。怒った。レイナは行きたいとこないと？バンビ君が育った町に行ってみたい。いや、それは厳しかろ。なんでよ。まあ、別にいいけど。さっきからテンション変だよ。そうね。否定はできん。バンビ君の高校のハンド部見て、ラーメン食べて、明太子食べて、もつ鍋食べたい。食いもんばっかやん。だって食べたいもん。よかけどさ。あとね、バンビ君が釣りしてる海に行きたい。お、レイナも釣りにはまるか。釣りはしなくていい。おい。私実家でも海が遠くてさ、綺麗な海を見たことないんだ。それは人生9割損失倍。9割海が占めてるの？地球の7割だかなんだかは海が占めてるからね。ごめん。会話が続くけど、この辺は楽しかった思い出として書かせてほしい。ごめん、言ってる意味が全然わかんない。なんか暴走しすぎたみたい。他に行きたい場所は？バハラ。バハラって何？秋葉原？気に入りすぎ。あの HDD を買わなかったことを今でも後悔してる。パソコンなんてどれも一緒でしょ？はい、出ました。アナログ人間。お母さん。お母さんって何？お母さんはパソコン触れない。これ基本。タイピングどころか、ローマ字入力に変換すらできない。タイピングって何？タイピングってのはね、あれよ。他人のパソコンにウイルスを送り込むこと。え？そんなことしていいの？ダメやけどね。まあ、パソコン持っとう人の半分以上はできるよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。今度友達に教えてあげり。もしかして、嘘ついてない？嘘とか、今まで一回もついたことないよ。嘘じゃん。はい、疑ったのでマイナス1ポイント。あと1ポイントで風俗に面接に来たけど追い返された発情期の猿のモノマネをやってもらいます。なんかオプションついてる。いいねえ、いいツッコミだよ。今日のバンビ君、テンション高くて好きだな。なんかあれね、駆け引き上手な尻がる女みたい。軽い女って言わないで。こんな会話をしながら、過ごした。最終日も観光して、ついに別れの時間が来た。寂しさはあったけど、忙しくなるだろうしそれどころじゃないなと思っていた。またしばらく会えないんだね。そうやな。でも、次来たら今度こそいつでも会えるよ。うん。バン
ンビ君本当にありがとう。いや、俺のセリフやな。ありがとう。本当に、仕事辞めちゃうの？うん。もう決めたけん。大丈夫、仕事とか腐るほどあるやろ。そっか。ごめんね。はい、出ました。もう、あなたごめんね、寝室に行ったら全裸で山手線乗って。やだよていうか、バンビ君って気にいいの？すまん。失言やった。いやなんだ。ニヤニヤすんなし。えへい？じゃあ、俺が山手線に全裸で乗ってくるわ。あ、頑張ってね。止めろや。別にバンビ君の全裸見ても誰も喜ばないでしょ。いや、俺はモテるからね。男に。男にモテるんだ。知らんやったと？有名よ。知らないし、どうでもいいし。俺も遠距離恋愛してるから大変さがわかる。見てるぞ。見てるよ。すげえ位置の気持ちわかるわ。俺も遠距離頑張ろかな。ありがとう。遠距離は大変だよね。俺が同性愛者やったけん、レイナちゃんに惚れたとよ。何それ。同性愛者以外がレイナちゃんに惚れるわけないやん。胸ないし。うるさいし、もう、なんかやだ。俺に言葉で勝とうとか、千年早いわ。ごめんなさい。なんか久しぶりやね、それ。割と気に入ってます。俺も好きよ。え？私のことが好きって？耳大丈夫？大丈夫。めんどくせえな。おい、めんどくさいとか言わないの。ま、好きやけどね。え？好きだよ、レイナが。突然だね。うん。私も。私も？何さ？うん、大好き。そう言って、抱きついてきた。俺も抱きしめた。これから、二人でたくさん思い出を作ろう。いっぱい笑って、時々怒って、幸せにしよう。幸せになろう。そんなことを考えていた。仕事辞めるって言っても引き継ぎとかあるけん、すぐにじゃないと思う。うん、わかってる。なるべく早くしてもらうように交渉するけん。オッケー。とりあえず、仕事辞めたら家探すの手伝って有給があるはずやけん、それ使って家探しと職探しをしよう。わかった、ごめん、なんでもない。危なかったね。じゃあ、あっち着いたらまたメールか電話かするけん。うん、待ってるわ。空港まで見送るよ。よかって。金ないっちゃけんやめとき、どうせすぐ会えるけん。うん、わかった。じゃあ、最後に渡そうと思ってたんだけど、これあげる。え？なにこれ？少し早いけど、誕生日おめでとう。え？マジか、知っとったと？俺の誕生日は3日後だった。レイナにお金を使わせたくなくて隠していた。えへい？ドッキリ。マジか、リアル嬉しい。開けていい？うん、開けて。プレゼントは、ガガミラノっていうすげえ高い時計だった。え？マジ？これめっちゃ高いやつやん。ふふ、奮発しちゃった。いや、これ奮発したとかで買えるもんじゃないやろ。バンビ君、言ったよね。自分で稼いだお金を使いたいことに使うだけだって。私も、バンビ君につけて欲しくて買っただけだから。500円貯金使って。真相はわからないけど、500円貯金で払ったっていうのは多分嘘だ。そんなもので買える金額じゃない。そっか。いや、本当に嬉しいわ。マジありがとう。どういたしまして。よっしゃ、じゃあ、このネックレスをあげよう。俺はその時つけていたネックレスを渡した。え？本当に？うん。女の人がつけても変じゃないやろ。使ってよ。誕生日プレゼントなのに。そのネックレス拾ったやつやけん、気にせんでいいばい。その嘘下手すぎでしょ。そう？ちゃんとつけろよ。うん。大事にするね。俺も、一生大事にするわ。レイナは満面の笑みでうなずいた。その笑顔が可愛すぎて、俺は少しの間九州に帰るのさえ嫌になった。じゃ、いい加減飛行機乗り遅れるけん行くわ。うん、気をつけてね。おうよ。じゃあね。バイバイ。そこで、レイナと別れた。空港に向かう電車、飛行機の中、終始ニヤニヤしてた。まだまだ問題は山積みだったけど、前回とは違ってモヤモヤはなかった。なるようになる。だいぶ考えが楽観的になってた。レイナと一緒に住みたいなとか、どこどこに遊びに行きたいなとか、そんなことばかり考えてた。でも、これが最後の別れになった。出会ってから数年かけてお互いの気持ちを確かめ合い、ようやく恋人となった二人。微笑ましい会話が続いていましたが、最後の別れとはどういう意味なのでしょうか。飛行機で九州に帰り、レイナにメールした。九州帰ってきたぜ、今日までありがとう。相変わらず脱力感が半端ない。そんな感じのメールをしたが、返事がなかった。家についても連絡がないので、おかしいと思い電話したがコール音が響くばかり。少し心配になったけど、寝たかな？くらいしか考えなかった。明日から忙しくなる。不安もあるけど、レイナと二人で乗り越えよう。その日、疲れていたのもあり俺はすぐに寝てしまった。すると夜中確か2時くらいに携帯に電話があった。レイナからだった。眠い目をすりながら電話に出た。もしもし？あ、もしもし？バンビさんの携帯でしょうか？はい、そうですけど。どなたですか？私、レイナの母親です。え？あ、いや、はじめまして。
どうかされましたか？この時はね、うちの娘のために東京に来る？ふざけんな的な電話かと思いました。これは嫌な予感しかしない。やめてくれ。見てるぞガンバー。みんなありがとう。頑張るわ。夜中に申し訳ありません。お休みでしたよね？いえ、それは大丈夫ですけど。実は、レイナが交通事故に遭って意識不明なんです。はい、ちょっと待ってください。どういうことですか？私も先ほど東京に着いたばかりなのですが、本日、バンビさんにお会いしていたんですよね？帰宅中、自転車に乗っているところで乗用車と事故を起こして今、意識不明の状態なんです。いや、ちょっと待ってください。どうして僕と会ったことを知ってるんですか？っていうか、なんで言っとちょっと、すみません。かなり動揺してた。状況がよく飲み込めない。レイナの携帯が事故現場の近くに転がっていたらしく、警察の方にお願いしてお預かりしました。携帯を開くとバンビさんからメールと着信履歴が入っていました。病院はどこですか？え？〇〇市の〇〇病院東京じゃないけど関東ですけど九州にいらっしゃるんですよね？わかりました。大丈夫です。すぐ行きます。え、でもお仕事とかは？大丈夫です。行きます。わかりました。気をつけてくださいね。大丈夫です。ありがとうございます。電話を切り、すぐに会社に電話した。前書いたと思うけど、夜勤もあるぐらいなんで夜も誰かいます。お疲れ様です。バンビです。会社には嘘をついた。嘘の内容は省くけど、とにかく仕事の心配はしなくていいから落ち着いたら来いとのことだった。正直、嘘をついたことに対する罪悪感はなかった。それどころじゃなかったっていうのが正しいかもしれない。すぐに荷物をまとめた。ついさっきまで東京にいて荷物をまともに片付けてなかったので、下着の替えを準備するくらいでそう問題はなかった。また打つ展開の捜索か。え、マジで？すまん。信じてもらえんだろうと思いながら書いてる。ネットで飛行機を探したが、どこもいっぱいだった。一番早いのでその日の最終便のみ。俺は決心して車に乗り込んだ。病院の住所を調べてナビに入れると1000キロ以上あったのを覚えてる。迷いはなかった。鬼のローンで購入した愛車に乗り込み、高速を走った。車を運転しだして少し経つと、冷静になってくる。こっちについて電話した時に連絡がつかなかったのはそういうことだった。っていうか、俺が東京に行ったから自転車に乗って事故に遭ったんじゃないか？あの時、カッコつけずに見送りに来てもらっていればあの時、今更悔やんでもどうしようもないことが頭から離れなかった。もしなんて存在しないのに、そればっかり考えていた。あまり寝てなかったが、眠気はなかった。それよりも、国産車の最高速度に腹が立った。普段はあまり飛ばさないんだけどね。九州から関東まで、10時間以上かかった。それでも、かなり早い方だったと思う。トイレに2、3回パーキングに寄っただけだった。病院に着き、すぐにレイナの携帯に電話した。レイナのお母さんが電話に出る。もしもし、今病院に着きました。どこですか？ ICU です。ロビーに行くので待っていてください。ロビーで待つ間、不安と緊張で泣きそうになった。着いたのは夕方近かったので、結構人がいたんだが、レイナ母はすぐにどれかわかった。レイナに似ていた。でも、目が腫れていることはすぐにわかった。実の娘が ICU に入っているんだ。無理もない。はじめまして。遠いところをありがとうございます。いえ、大丈夫です。ところで、レイナさんの容態は？とりあえず、病室に行きましょう。はい、ICU までは無言だった。ICU に入る。俺は言葉を失った。そこには、顔に白い布をかけられたレイナらしき人物が横たわっていた。レイナ？つい先ほどでした。ご連絡差し上げようと思ったのですが、もうだいぶ時間も経っていたのでこちらまでいらしてると思いまして。レイナ母は泣いてた。俺は、この時泣かなかった。レイナおい、レイナ、嘘やろ？ドッキリかなんか？俺の気持ちを確かめようってか？もう、騙されたばい。コウさん、俺の負け。レイナは返事をしない。動かない。白い布が動かず、息をしていないのがわかる。釣りだろうよ。なあ？俺、やっと仕事辞める決心ついたとよ。東京に来たら高円寺に住みたいとか、車は一旦売るけど、また金貯めて買おうとか、いろいろ考えよったとよ。冷静なつもりだった。レイナのお母さんに迷惑かけないでおこうとか、考えてた。死んじゃいかんやろ。俺、これからどうしたらいいと？東京来たら、一緒に行きたいとこいっぱいあるよ。ディズニーランド行こうって約束したやん。一緒に福岡行こうって約束したやん。ハンドしようって言ったやん。綺麗な海みたいっちゃろ？約束守って、これからまた約束が増えるっちゃないと？ねえ、レイナ返事してよレイナ。いくら話しかけても、レイナは返事をしない。
認めたくなくて、信じられなくて、何度も名前を呼んだ。最初は、涙なんて出なかったのに、言葉を口にすればするほど、込み上げてくる。お母さんが黙って白い布を取ってくれた。レイナは頭に包帯を巻いたまま目をつむって、眠っていた。その瞬間、込み上げてきた感情が、全部出た。すぐそこにお母さんがいることも忘れて、抱き寄せた。まだレイナの体温は暖かかった。でも、顔をつけた時冷たくて、演技なんかじゃないってその時実感した。服から出ている体の部分部分に包帯や傷が残っていた。きっと、最後まで生きようとしたんだろう。それでも、死んでいるとは思えなかった。そのくらい、綺麗だった。言葉が出なかった。ひたすら、レイナを抱きしめて泣いた。これから、いろいろな幸せが待っているはずだった。思い出が増えていくと思っていた。なんであの時、すぐに仕事を辞めて東京に行かなかったんだろう。なんでわざわざ確かめようってまた東京に行ったんだろう。好きだってわかっていたのに。そんなことをしなければ、もっと早く行動していれば、こんなことにはならなかった。今この瞬間も、レイナと笑っているはずだった。レイナの首元に最後に渡したネックレスがついていた。そのことに気づいて、また泣いた。バンビさん。私、レイナからバンビさんの話を聞いていました。すごく大好きな人ができたと。俺は流れてくる涙を必死で拭う。これ、この子の携帯で作成中だったメールです。警察の方がこれを打ちながら自転車に乗っていて事故に遭ったんだろうと。そう言って携帯を見せてきた。こういうのって、漫画やドラマじゃなくてもあるもんなんだね。まあ、付き合った次の日に作ったメールだし、今までありがとうとか、そんな重いやつでもないんだけどね。コピペしようと思ったけど、絵文字とかあるから、見て打ちました。こいつリだと言ってくれ。記憶や枠みたいな話だな。バンビ君、今日は東京まで来てくれてありがとう。そして、私のために東京に引っ越すって言ってくれて、ありがとう。私ね、バンビ君に言わなきゃいけないことがあるんだ。実はね、私、初めて会った時からバンビ君のことが好きでした。彼氏を作ったのも、バンビ君を忘れるためだったんだ。こんなこと突然言ってごめんね。本当は、何度も諦めようと思った。でも、諦めきれなくて、前の彼氏と別れたんだ。振られたって嘘ついてごめんねわら。すぐに連絡しようと思ったけど、彼女と書いたらショック受けそうで送れなかった。そんな時、バンビ君から電話があったんだよ。嬉しかったな。あの時、東京に来たら、いっぱい遊びに行こうね。行きたいところ行ってね、どこでも連れて。ここでメールは終わっていた。ここで事故に遭ったってことだろう。涙が止まらなかった。何そのメールと途切れ方。ドラマチックすぎる。次の話の主人公は釣りが趣味じゃない方がいいな。まさかまさかな。レイナ、ごめんね。ごめんね。本当はありがとうって言いたかったのに、この言葉しか出なかった。今になって考えれば、きっと誰も悪くないんだろう。強いて言えば、携帯を使いながら自転車に乗ったレイナが一番悪いんだろう。でも、もうレイナとバカな話もできない。あの可愛い声を聞くことができない。レイナのご飯を食べることはできない。大好きな笑顔を見ることができない。全部、もう、会うことはできない。そう思うと、涙が止まらず、ひたすら泣き続けた。永遠の悲しみってやつを知った瞬間だったと思う。マジかよ。そこからは、淡々と進んだ。レイナの父親は他界してて、お姉さんが二人とお母さんだけだった。俺は、すべてにやる気がなくなった。東京に行くのはやめた。レイナがいない東京に行っても意味はないし、レイナとの思い出が残る地に行きたくなかった。仕事も簡単に休めるような仕事じゃなくて、葬式にも出れなかった。レイナとのメールを何度も読み返して、泣いた。バカな話ばかりだったけど、本気で楽しかった。大好きだった。結婚したらとか、何度も考えていた。レイナのいない世界にいても意味はないとさえ思った。バカなのは分かっていたけど、本気でそう思った。でも、レイナはきっとそれを望まないだろう。そんなことをしてレイナに会えたとしても、レイナは笑ってくれないと思う。忘れられない。忘れちゃいけない。約1ヶ月くらい鬱状態になってやっと出した結論だった。レイナの分まで生きよう。本当は、レイナの分まで幸せになるべきなんだろう。レイナもきっとそれを望むはず。でも、もう少し。もう少しの間だけ、レイナのことを好きでいたい。いつかきっと歩き出すから。もう少し、思い出の中で立ち止まっていたい。たった1日だけの恋人。でも、俺にとっては永遠に忘れられない、大切な人。レイナに出会えたという幸せ、レイナが俺を好きになってくれた幸せ、今、生きているという幸せ、すべてを噛み締めて、生きていこう。ありきたりかもしれないし、正解ではないのかもしれないけど、苦しんで苦しんでやっと出した答えだった。
ただ、たとえ歩き出しても、レイナじゃない他の誰かを好きになったとしても、本気で愛した、たった一人の、レイナという思い出を俺は一生忘れない。以上で終わりです。長い文章、読んでくれて本当にありがとうございます。最後ら辺は感情が入りすぎた部分がありました。もう少し書きたかったんだけど、限界です。涙が止まりません。正直、ここまで長くなるとは自分でも思ってなかったです。これは投稿する前に書き溜めたんですが、書きながら何度も泣きました。その後がないことはないんですが、レイナの話を聞いて欲しかったので、書いてません。おい、おい、泣くぞこの野郎。お疲れ。お疲れ。彼女分まで一生懸命生きろよ。最後まで読んでくれてありがとう。疲れた。はしょった部分もあるけど、今はこれ以上は書けないです。申し訳ない。特定を避けるために微妙にいじった部分もあるし、会話なんかはこんな会話したなぁとかがあるけど、釣りじゃないんです。って言うと釣りっぽくなるから言わないようにしてた。四十九日が終わったと連絡があり、自分の気持ちを整理する意味でも書かせてもらいました。本当は、レイナは生きていることにして今ではラブラブやってますよ。という釣りエンディングも考えましたが、結局は自分の願望であって全く前に進めてない。という結論に至りそのままの形で書かせてもらいました。レイナが亡くなったのが、ちょうど2ヶ月近く前です。質問には可能な限り答えさせていただきます。本当に、ありがとうございました。そうか、まだ2ヶ月前か。俺は彼女死んでからすれ立てるのに10年かかったけどな。本当はすれ立てするつもりなんてなかったんだけどね。気持ちの整理をつけたかったのと、あいつの話を誰かにしたかった。ちなみに今回が初すれ立てです。俺も今の彼女が突然交通事故で死んだらボロボロに泣くな。間違いなく。いや、そうだろう。書くべきじゃなかった気がしてきた。逆に思い出しちまった。そかそか、お疲れやな。泣きたい時に泣けるといいよね。俺は泣けなかったから。泣きたくない時は泣けるのに。空気読まないすみません。自転車乗りながらメール打ってた？なぜそこを伏せなかった？今回は彼女が死んだけど、十分彼女が人殺しになりうることだってある話なのになぜ書いた？いやすまん。運転手を悪く言われたくなかった。悪いのはあいつだからね。確実に。ごめん、なんでもない。忘れてくれ。釣りだったとしても言いたい。彼女はこれからもすごく幸せだと思う。辛いだろうが一の笑顔を見せ続けてやってくれ。ありがとう。釣りと思ってくれて構わない。そう言ってくれると嬉しい。頑張るよ。全俺が泣いた。この話で映画作ろうぜ。主題歌は平井堅。すまん。これを最後の書き込みにします。俺はレイナの話を聞いて欲しかったのと、正直慰めて欲しかっただけだ。まあ、ある程度の批判は覚悟してたしね。ネットなんて信じる信じないは人の勝手だと思うし、俺もすぐに釣りと思ってしまうタイプだし。ただ、釣りだと思った人も、慰めの言葉をくれた人も、批判した人も、呼んでくれてありがとう。こんな過去もあって、それを読んで正直涙が止まらない。レイナさんの分まで幸せになってほしい、絶対に。読み返して今日も泣いた。2012年ダントツの様子でた。涙が止まらない。彼女の分までしっかり生きてね。真偽は確かめようがないしどうでもいいだろ。心を打たれた人がたくさんいたことだけは事実。みんな彼女は大切にしろよ。いかがでしたか？楽しいことや辛いこといろいろあっても、二人の幸せな未来へ歩み始めた途端の出来事で、読んでいても非常に辛かったですね。人はいつが最後の別れになるのか、誰も予想できません。その時は突然やってきます。何があっても後悔のないように日々を過ごせたらいいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。